さあ始まりました「ギョイちゃんセカンドゲスト編」本日のゲストは繁美、えー、先生からのギョイつながりです本週は最南端和歌山県串本出身2代目アングラーザイドルを得て現在はプロアングラーとしてさまざまな魚を捕獲し多数のメディアにおいてご活躍のさゆりんこと空なさゆり様にお越しいただきましたではどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします 捕獲捕獲です。捕獲です。<laughs> 釣ったじゃないです。捕獲してますよね。そうですね、いろいろと捕獲させてもらって、ね、サメを釣った後、ねじってなかったですか。<laughs> 半身こうなってます。サメからしても、多分ん辛いと思います。そうですね。ね <laughs> 仕留めた感があり何,何本かバキバキ言うてますね、あれはね。<laughs> すごいですよ、サメをねじってます。はい ということで捕獲という言葉を使わせていただきましたはいありがとうございますたくさん釣れてますよね魚そうですね,ねありがたいことにいろんな釣りをそうですよねでは今日は質問ゼミにさせていただきたいと思いますのでまずは一番皆さんが気になっているところ、はい、私もそうなんですけどはい。アングラーズアイドルという言葉があるんですねそうなんです今で何代目まで行きました今今年で十四代目までなるほどはい。あれは人気は一年ですか そうですね 1>, 1年間ですね。でフィッシングショーで選ばれるんですかねあれはそうです横浜,横浜のパシリコで、はい、誕生するわけですね。で1年間人気を務めると。はい、何をされるんですか そうですね任期中の1年間は各メディアに出させてもらったりとか、はい、イベントに呼、はい、んでいただいたりとかっていう、はい、その決められたものがこうコンスタントにあって、はい、そこにちょこちょこまた別のお仕事も入ってきたりっていう,う、まあ、釣りりに関すすすることででねあそそういばっかのメディアいうのは今ですからね。うん カメラが回ってる世界の方が多いですよね。そうですね。昔みたいに釣ってスチールでパーンと切って雑誌じゃないですもんね。<laughs> そうですね。今動きますもんね。そうですね。動画が多いです、ね。動画多いですよね。で、その一年間の任期の中はずっと予定がずっと立っているわけですか。はい、じゃあ。うん。 それも年度にもよるんですけど最近だとコロナ禍だったりするとちょっとイベントが減ったりとか私の年だとちょうど震災の年だったので本当にイベントは少なかったんですけどそういう特別なことがなければコンスタントにお仕事がとにかく次の仕事をどんどんこなしていくということですね。はい ななぜアングラーズアイドルになられたんですかあそれがですね、うんえっと、私がアングラーズアイドルになったのが20年で2011年、はい、で2代目なんですねはるか昔なんですけどその当時っていうのは「アングラーズアイドル」っていう言葉も今ほどは浸透してなくってアングラーズアイドルがあるっていうこと自体私は知らなかったんです、ね。はいはいはい で、もうその当時はリポーターだとか、うん、あの歌って踊ってのアイドルをちょっとだけやってたんですけど<ー>そういうタレント活動をしてるとプロフィールの欄ってあるんです、はい。はいはいはい 特技は何とか資格こんなの持ってますとかそこの「趣味」の欄に私の趣味が釣りだったので「釣り」って書いてるとその当時のマネージャーさんがこんなオーディションがあるぞっていうふうにアングラーズアイドルのオーディションを持ってきてくださったんですよ。って聞かれてこれはぜひ受けたいと思って受けさせてもらったところグランプリを取ることができまして。感じででですすすすねねごいそうなんよ あの趣味、釣り、特技、釣りってやつですか。そうですね、特技とまではまだその当時はね。行ってない。んでええ、いうことは、アイドル活動をされながら、こういうのがありよと。ああ、でも、ぜひ釣りだったらやりたいと、いうて出したら、グランプリを。ね、二代目アングラーズアイドル、就任と。な、普通の歌って踊っては、そこで引退ですか。えっとですね、それがまた話すと長いね。長いんですね。 骨ぐらいいにしてくださそうとまますね当時こう二足のわらじといって歌って踊ってもするし釣りもするしっていうふうに両方やってたんですけどそういうわけではないんですけどそうなんですねライブ活動の後釣りに行ったりとか別でね一緒単位できたよかったですよねよかったんですけどねそういう生活をしていましたらやっぱり体力の限界が来ましてちょっと私倒れちゃったんですね。あら で救急車で運ばれることがありまして、はい、でその当時の社長さんに「釣りかアイドルか選べ」と言われてそれかもう一回倒れるまで続けるか選べって言われてまだ続けたんですよ <laughs> でもやっぱりそこでもう一回倒れてしまってでも最後本当にどっちか決めないといけないってなった時に「じゃあ私は釣りを選びます」って言って。 釣りの方のアングラーズアイドルになったっていう感じです、ね。なるほどね。二、はい、回倒れて、釣りを選んだ、はい。そうです。釣りを選びました。その間、やっぱり一年二年あったわけですか。ああ、でも、もう半年ぐらいで、ちょっと限界が来てっていう感じです、ね。という,うことは、任期の間ですね。完全に。そうですね。はい。あれですよね。多分ですけど、与えられた仕事を全部きちっとするっていう。責任感でしょうね。うそうですね。ね 責任感が強いと、そうなっちゃうんですよね,、うん、ですね。適度に力を抜くっていうのを覚えてればね、<ー>その当時に。いい言葉ですね。はい、なかなか難しいんですよね、それね。ううんな,るなるほど、なるほど。で、今は十、ごめんなさい、四代目でしたっけ。そうです、今。十四、うん、代目、な、はい、次十五代目がもう、審査始まってるんですかね、はい。えっと、まだこれからですね。今から目指す方は、どうしたらい,いんですか、じゃあ。とりあえず。応募しろ。 そうですね、いつあの応募を開始するかをチェックしていただいてそこからどういうふうになっていくかっていうのがまず書類選考がありまして。いう特技ついてまず書かなきゃですね趣味いねそれがですね釣りをしていなくても「アングラーズアイドル」っていうのは過去選ばれている方もいらっしゃって。そうなんですか それがねこうたまに物議を醸したりするんですけどでもそのアングラーザイドルのコンセプト自体はもっとより多くの女性の方やまだ釣りをしてない方にも広まっていってほしいっていうそういう窓口になるというかそういう存在でありたいっていうのでもうガチガチのプロアングラーばっかりだとちょっとこうそういう人が入りづらかったりするじゃないですか そうです、ね、そうそう,そういう初心者さんもいてぱい,はい,はい、はい、あこういうふうに釣りって学んでいくんだっていうポジションでもあったりするので、うんうん、アングラーズアイドルが教えてもらう方ですねそうですそうです位置からねはいそうです、ね、それで間口を広げるとそうですそうですあねそうなんですよあなるほどなので、はい、これから釣りをやってみたいっていう方にもぜひチャレンジしてもらいたいうんは広いたはですねじゃ,じゃあ皆さん行けますねはい もちろんチャンスはすごいあるわけですね。はい。うんきっとね、あの釣りやってみたいけどどうしたらいいかわからないっていう方はたくさんいらっしゃると思うので、ぜひそういう方にもチャレンジしてもらいたいす、ね。なるほど。うん、で私そこ行って釣り覚えたいわいう人もちゃんとした動機ですよね。うん、そうですね。ね。うんうん、で納った以上はいろんな方に教えてもらえるわけですから。はい。 もうちょっと迷ってるんだったらぜひチャレンジしてほしいなってそうなんですね思います年齢がとかあの釣り上手じゃないしとかそういうところで悩んでる方も多分いらっしゃると思うんですけどぜひ興味を持ったなら一回ちょっと応募してみてもらいたいこれすごい朗報ですね素晴らですね素晴らですいいですねでもそうですよね LGBT の加減もあるんでやっぱり私そっちよっていう方はそうなんですからどんどん 応募してもいいんじゃないかなと難しいとこですけどね。新しいこうなんか生まれそうですよね。そういうポジションの。そうなんそうなんそうなんです。よ実はね新しいのがだから次十五代目でしょ。はい。ねどういう方が受かるんでしょうか。釣りがあるじゃないですもんね。アングラーズアイドルですから。はい。上手いことつけましたねこの名前。だって男性でもアイドルって言いますかね。そう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 選考っていうのは。 なんかあるんですかその裏打ちみたいなものはよくね、うん、あのなんかあるじゃないですか出来れ普段なあるじゃないですかあ,す、ねうん、あれはね、うん、あのガチで選んでましたゃあなるほどじゃあいいですねはいあの事務所入ってるどうのこうのとかではなくもうやっぱりねこう釣り人から見てると、うん、この子の方が釣りしっかりしてるのになんでこの子が選ばれたのかっていうふうに結構、はい そのアングラズアイドル中に決まった後にツイッターとかで騒がれたりするんですね。でもこう審査員の方から見ていると、うん、あのまりはこの子の方がちゃんとしてると。うん、ただその人前でしっかり喋れるかどうかとか、うん、カメラを前にしてこう。 どういう話し方なのかそういう部分も含めて見られてたりするのでなるほど一概にもこうやっぱりでもそれがちょっと出来レースに移っちゃったりとか絶対この子がなると思ってたのになんでってなるとやっぱり不信感はねいられちゃうんだと思うでもちゃんとガチでそれそうらしいですいやこれも大事なお話ですもんねでもそうやってちゃんとガチで選んでもらってるということはやっぱり応募すべきじゃないでしょうかぜひぜひ で、はいえー、それを経て。はい。ええー、十三年前ですかね。十二年前。そうですね。十二年前。で、今ではプロアングラーとして。ご活躍ということで。<laughs> 現在の活動はどんなもんですか。やはりメディアすごいですよね。そうですね。やっぱメディアが基本的には。 お仕事が多いですかね。ねロケだったり、うんうん、まあ今だとユーチューブの撮影ですとか、メーカーさんが持ってるユーチューブの撮影ですとか、あとは大会の MC だったり、あ、あと次大会の、あ、そうですね。なる,なるほど、なるほど。とかあとイベントのゲスト出演だったりとかっていう感じですかね。大変ですね。<laughs> いやもう大変だと思います。串本ベースですかね。 そうですね、今は 2>, う、はい、2年前から串本に引っ越しまして串本ベースとしたら移動が結構大変なんですねちなみに大阪このスタジオに来られるのに片道どれぐらいですかね4時間4時間 <laughs> 4時間 <laughs> そうなんです、えーあのね、大阪の下が和歌山なんです近いじゃんって思うと思うんですけど紀伊半島っていうなんですよそうなんです串本が本州の最南端なのでそうなんです 一番果てからやってまいりました。そう,ね、そうなんですよね。私あの東京は十年住んでたんですけど、はいはい、そこからこういろんな地方に行かせていただいてて、んうんうん、実家に帰るのが一番遠かったんですもん、ね。そうでしょうね。<laughs> はい、でその今実家が実家が拠点が和歌山の串本ですよね。<laughs> はいそうです。いろんなイベントに行くのにこの移動っていうのが一番大変じゃないですか。そうですね。ちょっとこう腰凝ったり肩凝ったりはしますね。日本全国ですよねやっぱり。そうです。 ちなみに北海道っていうのはほぼ回られました。うんと、積丹とか。うん、が多いですかね、行く時は。釧路とかは。わあ、えっと、釣りではまだ行ったことないですね。積丹ですね。ポコポコっとしたところですね。そうです。で、南はどの辺まで。南は、えっと、日本国内だと、沖縄。な、本、本島ですか。そうですね。本島です。ね宮古石垣にはまだ。あ、宮古も行きました。宮古行きました。はい。 石垣がまだ行けてないんですよ。昨年ダイビングのライセンスも取りまして。おすごい。そうなんです。ダイビングでも行ってみたいし、釣りでも行ってみたいと思ってるところなんですよ。ダイビングで言うと、あのドロップオフはすごいらしいです。もう一時ティーの胸が見えたり。わあ昔はなんかイソンボがもうトルネードしてたみたいです、ね。<laughs> ちょっと怖いですね。いや、私もあのモグの怖いのやらないんですけどね。<laughs> あダイビングですか。はい。最高ですね。そうなんです。取ったばっかりなのでまだまだこれからなんですけど、<ー>串本で撮りました。あ地元で、ね。はい地元でライセンス取って。いいですね綺麗な海ですよね。はい、透明度すごいですよね。そうですねやっぱり。はい まあもう言うたらもうそのメディア関係から MC は持ってこいですね、はいうん、釣りなさってますからねそうですね、うん、なんかこう痒いところに手が届く質問もできるっていうのでそうですねはいありがたいっていう風に言っていただけますね,そ,すね、はい、それでだいたい1年が埋まるわけですねそうですねありがたいことに釣りだけでご飯が釣りだけでご飯が食べれるのは本当に難しいと思うんです <laughs> ねそうです、ね、はい。 もう一角の方ですからね男子もそうなんですよもうほんと一角の方ですそれがね次だけでも引っ張り役になりましてでもそんだけアクティブに動けるって素晴らしいです健康管理含めてそうですね健康管理は本当に大事ですね一番大事ですありがとうございますの意味のプロで、でそこでダイビングもでまればまたさらにね、いろんなお仕事もできますしねそううすね。いやすごいですね じゃあそこでこのプロアングラーってなりますと、はい、いろんなとこに行かないといけないですね、はい、その中でもすっごい楽しかったっていうロケは。うん そうですねじゃあそのうちの一つはこれちょっと地元のお話になっちゃうんですけど、はい、これだけね全国いろいろいて、うん、やっぱり地元が好きなのかなと思うんですけどやっぱ和歌山っていろんな魚種が釣れるんですよね。はいはい、であのスーパーライトジギングっていう本当、はい、軽いタックルでやるジギングがね、はい、最近流行ってるんですけどそれを和歌山でやった時に。うん スーパーライト自体がほんといろんな魚が釣れる釣り方なんですけどそれを和歌山でやったら半日で20種類釣れて。うんすごい もうそれは本当楽しくて,楽しくて20種ですかそうですすごい <laughs> !20 種類 <laughs> 20種類ってすごいですよこれ半日でそれが釣れちゃって<ー>それがもう次は何が釣れるんだろうっていう楽しみで,ですよね、はい、でもこんなちっちゃいベラとかからこんな大きいヒラメとかサメとか一つのタックルでね釣れちゃったんでそれはもうパラダイスでしたねい,い,いやーなんか石垣に近いところありますねあ石垣もそうですか石垣もその種類が釣れまあそうなんですね。 でも半日で20はなかなか難しいです。石垣でも難しいですか。難しいです。へえ<ー>。あの被るんでね。あ、そっかそっか。あの連続10種類を釣ったことあるんです。連続ですか。はい。これボート記録です。<laughs> 連続はすごい。ボート記録であって一応記録だったんですけど、一 <laughs>、はい、週間後に並ばれました。えー、早い。はい。とある方に。誰ですか、はい。並びましたよってあの村田はじめさんという方いますか。<laughs> 同じすばら,らしいです、ね。でも連続ってすごいですね一、はい、回つってその次また別のがずっと11種類。 私はずっと七種八種でそれが切れたんですけど。その時は偶然最初に釣れない魚が先釣れたんですよ。ああ、なるほど。で、串本海でもそれが半日で二十でしょう。すごいことです。さすがに連チャンではなかった。ですけどもちろん、もちろん。でも、ベガからサメってすごいですね。そうですね。はい。もう、それがすごい楽しかったですね。すごい思い出に残ってます。ちなみに、二十魚言えます。ええ、覚えてない。 まず畑から行きましょうか。そうですね。赤畑来ますよね。赤で来ます。で普通の青は来ました。青も来ました。で青の目は釣れるんですかね。青の目。虹畑虹畑は釣いないですね。虹畑。うん。畑他何が来ました。えっと大門大門はい。で放棄畑ああいいですね。放棄畑めっちゃ大きいのそうなんですか。あれ自己ベストですね。はい。大門放棄ははい。畑はそれくらいだったのかな。アコはどうでしたか。 キジハタですか。キジ。ハタも釣れました。そうですね。うんうん。ハタ五釣ったらもう大体もう満腹ですね。そうですね。もう高級魚のオンパレードで。はい。でベラ来てヒラメ来て。はい。貝割り。はい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 。ええ連行台。連はい。であのベラも笹ノハベラとかニシキベラとかで種類を分けたりして。はいはいはい。あと何が釣れたかな。あれはシマコは釣れなかったですか。 シマコシアジですか。シマアジ釣れたからその時期じゃなかったんですかね。そうかもしれない。海域がちょっと違ったのかな。でも貝割り釣れたらシマアジもそうですね。同じ人も来ますよね。たまたま来なかったのかな。あとなんだイカ。イカね。イカました。あおじちゃん。はいジギングにイカも来ましたね。あれケンサキかな。あいいですね釣れたのかな。はいはい。うん。 いやもうだいぶ来ましたもうだいぶ来ましたね思い出せないぐらい、はい、もうそれぐらいで,いいでもういっぱいですいっぱいです <laughs> はいパラダイスでしはいいいですね今度は逆に辛かったこと泣きましたもうあれはダメですよもうちょっとあの時のあの人う <laughs> もうそれをねどうにか改善してもらいたいおー 全国のディクターさん、ここはね <laughs> よろししくお願いしますそれをこう穴に入れるんですね。はいはいはい